さあ、今日もちょっとエコーで見ていきたいと思います。実証をしてからですね、1日後ですね。いや、今日は安静にしてるつもりだったんだけど、やっぱりその旅先なんてなんだかんだ歩いちゃいましたね。今、アップルウォッチで見たら4キロぐらい歩いてるんですね。やっぱりおいっ子たちと遊んだりしたんで、結構歩きまーす。結構やっぱりこう、血潮大きくなってますね。この部分、多分昨日よりも大きくなってるな。本当は、綿花にして安静にしてなきゃならないんですけど、ね、こちら側が皮腹筋の内側頭で、こちら側が外側頭、ごめんなさい、ヒラメ筋か、になると思うんですけども。昨日増えてますね、ちょっと。ああ、やばいな。なんか足もちょっと張ってる感じはあります、確かにね。これ短軸で今見てます。左側が内側側ですね。ずっと見ていくと、この血腫が大きくて、ずっといくと、遠位の方行くと、どうなってるのかな。これが皮腹筋の筋肉なのかな。ねえ。こう上に上がってきて、ここら辺がまあまあ正常に近い像で、下降りていって、ここら辺白っぽくなってるところからですね、まあおそらく異常そうなんでしょうね。筋内の血腫はですね、比較的なくなってきてますけどもね、ここですね、これ、皮下の脂肪織、これ浮腫になってきてますね。で、浮腫が皮下に生じてるんでしょうね。これ良くないかもしれないですね。圧が高くなってる証拠かもしれないですね。ちょっと今日はもう休めて、こう安静しなきゃダメだな。上の方はどうかな、血腫は。ずっと、ああ、血腫が広がってますね。かなり上です、これ。上の方に行って、もうですね、これで、膝からですね、今3押し下のぐらいのとこですね。ここでもうようやく分かんなくなるのか。まあ、ヒラメ筋がここ、今内側側当ててるので、ヒラメ筋がもう筋肉がなくなっていくのかな、ここら辺から。外側の方に寄っていくんで、多分筋肉がなくなって、もうヒラメ筋と皮腹筋の間はですね、これかなり、今これ膝から4押しぐらいなんですけども、ここまでやっぱ血腫があるので、かなりも前奏的に筋管血腫と言っていいのかな、が出てきてる状況ですね。長軸で見るとこんな感じ。左が等速ですね。等速が近位ですね。右が遠位ですね。で、よいしょ。こうやって見ると、こちら側が近位で、こちら側が遠位で、こちら側が皮腹筋の内側頭で、これがヒラメ筋ですね。なんで、血腫が、わあ、かなりこう、ね、広がってます。ずっと下の方に今、遠位の方に行ってますね。ここら辺からが断裂部になるのかな、こうね。まあ、この筋繊維というか、ね、筋肉のこの走行もちょっと昨日よりもなんか見にくくなってるような気がするけど、大丈夫かな。こんな感じですね。背屈、低屈、よいしょ、ここら辺大丈夫かな。よいしょ、なるべく背屈、低屈、上がこれヒラメ、腹筋で、これ下がヒラメ筋ですね。ああ、やっぱりこのヒラメ筋の筋線はこう背屈低屈で動くんだけど、こっち側ですね、皮腹筋の方はこれ完全に動いてないですね。完全に動きが止まってますね。この下の方がしっかりと背屈低屈で動いてます。ここはもう完全に動いてないね。
こまでなのか。これね、ここが金管のファシアですね。こっから下がヒラメ筋なんだろうな。皮腹筋の方は、全然動いてないですね。結構完全断裂に近いような、ここになっちゃってるんですかね、内側とかね。はい。というわけで、今日はこんな感じでございますな。まあ、これからこう、また足を、ね、これからも寝ます、僕は。今、夜の11時27分ですね。旭川から、基本ずっと下道で、ほとんど下道で帰ってきましたね。ほとんど下道で帰ってきたんで、6時間ぐらい、まあ、休みね、来たので、6時間ぐらい、かかってしまって、今、ニセコの近くのですね、昆布駅というところに来てます。またニセコの近くまで逆戻りしたんですけど、今日は本当は函館まで帰ろうと思ったんだけど、なかなかいい、函館まではちょっと帰れなかったんで、どっかちょっとやっぱりこう、途中で、どっか泊まろうと思ったんだけど、なかなかいい宿がなくて、なので、この間ですね、前回にニセコに来た時に帰りに温泉に寄った昆布駅のすぐ裏にある旅館があって、ここ使い勝手いいなと思ってたとこがあったんで、今日はそこに、泊まって、明日ですね、残り2時間ぐらいですね、ここからね、函館に帰ろうと思います。こんな感じで今日の近況報告ですね。ちょっとやっぱこのね、ちょっと怖いですね。血腫が大きくなってきてるのとね、金管血腫が大きくなってきてるのと、ここの、これ割とこう、鋭意の方ですけどね、これが内側頭で、これヒラメ筋かな、ちょっと、あれだ、ここのね、皮下組織がこう、ね、こう、腫れてきてるのがちょっと嫌な感じですね。今日はもう安静にして寝ます。おやすみなさい。